まず公明党議員団を代表して有山雅信議員の質問を許可します。有山議員。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。ただいま市長からもありましたように冒頭ではありますけれども、新型コロナウイルス感染拡大に対して国および本市においてもさまざまな対応が取られております。早期収束を願うとともに、本市においても可能な限りの対策を講じていただきますようお願いいたします。それでは公明党議員団を代表いたしまして、通告に従い質問をさせていただきます。伏見市長2期目の実質の最初の取り組みの、最初の年度の取り組みに対しての質問ですので、1期目の4年間の市政運営の検証も問いながらの質問となりますので、よろしくお願いいたします。1、はじめ2の未来への投資や本市の魅力の創造について、括弧1、挑戦する自治体への変革及び組織風土の変革については、割愛とさせていただきます。2、重点的に取り組む8つの分野に対しての施策の推進について、括弧1、枚方市国土強靭化地域計画について、枚方市国土強靭化地域計画について、策定に向け述べられておりますが、12月の一般質問において、我が会派から計画の概要や、また策定によるメリット、本市の策定状況について質問をさせていただきました。本市の策定状況について、令和2年度中の策定に向けて事務を進めていると示されましたが、策定にあたり趣旨、また今後どのように取り組んでいかれるのかをお聞きいたします。各国に SDGs の取り組みに対しての女性の視点の取り入れについて、SDGs のについて、我が党といたしましては、日本における取り組みの視点として、女性活躍などのジェンダー平等の実現や気候変動対策を喫緊の課題をとして重要事項にして進めているところであります。また、災害時の避難所運営をはじめ、折に触れ、女性の視点での取り組みを提案したところで、会派としてもそういうところであります。今回の市政運営方針では、これまで以上にその視点を取り入れることということでありますが、どのような考えのもと取り組まれるのか、ご見解をお伺いいたします。過去3、事業実施に対しての根拠データ分析や KPI 設定について、根拠に基づく政策立案の在り方として、EBPM の導入については、9月の代表質問において、我が会派から効果的な制度構築を行っていくよう主張をしておりますが、例えば、本市総合計画の進捗状況も、私どもには全く見えてまいりません。その点を踏まえ、EBPM の考え方を本市の政策推進過程において、どのように取り入れていこうとされているのかをお伺いいたします。3、子育て環境の充実について、括弧1待機児童対策について、今回、待機児童対策の一環として、市独自の処遇改善を実施されますが、その対象を認可保育所、認定こども園、小規模保育施設とされております。一方で、保育士不足には、内閣府の助成により、運営している企業主導型保育においても同様であります。また、幼稚園についても、幼稚園教諭の確保に苦慮をされており、幼稚園では預かり保育により長時間保育をされ、広い意味ではいずれの施設も待機児童対策の一助となっております。そのような中で、施設運営者の立場や税の公平性を、公平感を考えたときに、今回の処遇改善の対象施設を限定していることについて、対象拡大の必要性を感じるところであります。ご見解をお伺いいたします。括弧2、子どもたちが直面する困難、課題への対応についてお聞きします。子どもたちが直面するさまざまな課題について、関係機関との適切な連携のもと、情報の共有化を推し進めるということでありますが、我が会派からも組織横断的な連携体制の強化、いわゆる横串の効いた体制の整備については、これまで何度と行くたびとなく、さまざまな議会の場で指摘および要望してきたところであります。子どもたちが直面しているさまざまな課題への支援について、どういう体制でさらにどのようなことに取り組もうとされているのかをお聞きいたします。括弧3、子ども医療についてお聞きします。運営方針で子ども医療について述べておられますが、各種定期接種、検査等を充実されることについては、より一層進めていただき点をまず要望としておきます。そこで
市長1期目の公約事業である子ども医療費助成の年齢拡大について、再選後も含め、示されないままになっております。子ども医療費助成制度の高校生までの年齢拡大については、北河内7市においては、お隣の寝屋川市や、また門真市ではすでに実施をされております。このような状況の中、私ども会派としては、高校生までの年齢拡大の優先度を重視しております。市長は子ども医療費助成制度拡充をどのようにお考えかをお聞きいたします。次に4、教育環境の充実について、括弧1、策定予定の教育大綱に対しての市長の見識について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律において、地方公共団体の長は教育基本法第17条第1項に規定する基本的な方針を参酌し、その実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めるものとされており、またあらかじめ総合教育会議において協議するものと規定をされております。今回、案文で示された教育大綱は、本文の前に初めにとして、市長の思いが述べられております。これについて、まず総合教育会議での議論がどうであったのか、またその点に関して、教育庁はこの内容についてどう認識されたのかをお伺いをいたします。括弧に ICT 教育について、運営方針では ICT 教育に対し述べられておりますが、これまで本市は学校の ICT 教育に向けて取り組みを進め、また私ども会派も学校現場へのタブレット導入をはじめ、その推進を主張してまいりました。昨年末には政府・与党の方針で、国が令和2年度から新しい学習指導要領が全面実施されることに伴い、令和2年度から令和5年度までに小中学校の全児童生徒にタブレット PC を整備するギガスクール構想の実現を示し、ロードマップとして年度ごとの補助金の対象となる学年を示しました。こうした中で、本市としては令和5年度までにどのように ICT の整備を進めていく予定であるのかをまずお伺いいたします。公務支援および学習支援に、括弧3、公務支援および学習支援について、公務支援システムについては、学校現場の意見を反映させた改修を行い、教職員の多忙化解消を進めるとのことでありますが、公務支援システムの改修によって、どの程度教職員の多忙化を解消できるとお考えでしょうか。また私どもが要望しているスクールサポートスタッフなどの人材配置も必要ではないかと思いますが、お伺いをいたします。次に学習支援についてお聞きします。これまで我が会派は放課後等における学習支援についても、各部署間において実施される学習教室を整備し、より多くの児童生徒が気兼ねなく学習できる環境の整備を訴えてまいりました。運営方針において学習支援に向けた取り組みを示されましたが、特に中学校においてどのような形態で実施されるのかをお聞かせください。学校4、中学校給食について、中学校給食については、これまでにも選択制で導入していくことで、保護者や子どもたちにニーズの確認も行い、学校給食が持つ食育の観点も十分に踏まえた上で、まずは喫食率向上を行いながら実施するに至っているとの認識を持っております。先般の文教委員協議会において提案された中学校給食モデル事業については、令和3年度までの在り方まで示され、全員喫食を前提の方向性の中で取り組む印象を受けました。我が会派としてはあくまでも全員喫食ありきの取り組みではなく、これまでに実施してきた中学校給食の在り方を振り返る意味でも、モデル校の選出については、喫食率の高いところや低いところ、通年でやるのではなく、サンプルを多く取って、例えばエリアを分けて分析するなど、多角的に検証されながら、次の方向性を定めることが賢明であると考えますが、ご見解を伺います。過去後、いじめ防止策について、市政運営方針においていじめの防止、早期解決に向けては、新たにスクールロイヤーを活用するとともに、関係部署、関係機関、地域とともに総合的な取り組みを行うとありますが、より効果的に策を講じるのが喫緊の課題であります。まず、どのようにお考えかをお聞きいたします。次に、括弧6、教育環境整備に対しての取り組みについて、市政運営方針において、学校体育館への空調設備の設置について検討すると述べられております。学校の体育館への空調設備の必要性については、我が会派が以前から強く要望しておりますが、改めて申し上げますが、
真夏の体育館の環境は昨今の温暖化の影響で過酷であります。そのような環境から子どもたちを守らなければなりません。また学校の体育館は一時二次避難所にもなっており、長期間の避難所生活をすることになった場合には環境においての大きな負担となります。そこで空調設備等の整備及び維持管理については令和2年度中に PFI 事業を検証し、令和3年度以降により効果的効率的な運用を目指すとともに、学校体育館への空調設備について検討すると述べられています。それぞれのスケジュールと財源についてのお考えをお聞きいたします。5、魅力ある都市基盤の整備についての括弧1、枚方市駅周辺再整備及び総合文化芸術センターについてお聞きをいたします。市駅周辺における丸三街区での市街地再開発事業については、今後、組合設立や事業計画の認可などの手続きが進められ、令和5年度には建物が完成するスケジュールでありますが、市は新しく建てられる再開発ビルにおいて、駅前での新たな行政機能を検討されております。市においてさまざまな行政機能の在り方を示される中で、私ども会派はその場合においては、駅直結の場所で多岐にわたる手続きを取り扱う総合窓口機能の充実に力点を置くことが必要ではないかと考えます。その上で図書館や各種相談などの機能について財政状況を踏まえながら配置していく必要があると考えますが、ご見解を伺います。続いて市駅周辺整備に先行して総合文化芸術センターについて、令和3年秋のオープンに向けて整備が進んでおります。市民の皆さんもオープンに際し大きな期待をお持ちであります。多彩で魅力的な事業を展開していくと市政運営方針では述べられておりますが、総合文化芸術センターににぎわいを創出していくためには、オープニング事業やオープンするまでのプレ事業が重要になってくると思います。現時点においての各事業をどのように進めようと考えられているのかをお聞きします。また併せて支店についてどのように取り組んでいくのかお考えをお聞きします。過去に道路整備事業について、運営方針の中で市内の渋滞緩和や防災機能の強化、また物流の円滑化のための道路交通ネットワークの構築を図るため、牧野長尾線、長尾杉線、御殿山小倉線及び中振片野線の整備を計画的に進めますと述べられております。本市におきましても、防災機能の強化、交通渋滞の緩和、子どもたちの通学路の安全確保などインフラ整備が求められる中、示された4つの都市計画道路の早期完成が都市基盤整備に重要であると考えております。各都市計画道路の整備完了までには時間を要することは認識しておりますが、現在施工中の中振片野線のこの北側に位置する一道中振新郡線も自動車や歩行者の通行量が多く、その安全対策については可能な箇所からの早急な取り組みもこれは要望としておきます。そこで指摘をした都市計画道路整備事業についても完成時期が遅れてきている状況にあります。今後どのように進めていくのか、また進めていく上での課題についてをお伺いいたします。次に括弧3、郡ヶ丘地域のまちづくりとワニ公園の在り方について、郡ヶ丘地域のまちづくりにつきましてはプロポーザル方式での設計者の選定、その設計者からの提案の活用、指定管理者制度の導入と、これまで我が会派からの意見を取り入れ、民間ノウハウの活用をしてこられました。先日、会派で施工状況を確認させていただきましたが、郡ヶ丘図書館と郡ヶ丘中央公園の整備状況につきましても、いわゆる図書館と公園がブリッジで結びつくなど、他に例のない発想で進んでおり、これは期待をするところであります。そこで今後、どのような形で郡ヶ丘地域のまちづくり、また活性化、にぎわいづくりに取り組まれるのかをお伺いします。続いて、ワニ公園につきましては、PPP 手法により民間活力の導入を含めて再整備の検討段階になっております。我が会派では、平成28年12月定例図議会においての主張に対し、今後の本市における都市公園の整備は、当時から国土交通省がまちづくりの成長戦略として推奨しているパブリック・プライベート・パートナーシップ手法、いわゆる PPP 手法の考えを基本に推進する方針として示されました。ワニ公園の在り方検討については、各施設の老朽化問題や PPP 手法の整備が民間事業者の参画意向に左右することなど、課題認識はしておりますが、私どもは東部地域のまちづくりの起爆剤になるような再整備を目指してほしいと思います。その点を踏まえ、
ワニ公園の PPP 手法による再整備について、今後の展開、どのようにされるのかをお聞きいたします。括弧4、地域における交通システム構築について、昨年9月の我が会派代表質問におきまして、不便地域の移動支援策についての件名で、地域における交通システムの構築に関連する質問をいたしました。その時には地域との共同による地域主体型の交通の構築に取り組むとご答弁をいただきました。これを実践するにあたり、地域に交通に関して興味、関心を持ってもらうことが重要となりますが、現在、どのような取り組みをされているのかをお聞きいたします。6、産業観光の活性化についての括弧1、地域資源を生かした取り組みについて、地域資源を生かしてコンテンツの開発に取り組むと述べられております。まず、地域資源を活用される目的についてお伺いをします。括弧2、農業施策と東部地域の取り組みについて、来年度より摂南大学に農学部が開設されるとお聞きをしております。その摂南大学との連携について、触れられておりますが、農業政策として具体的にどのような形で連携を取られるのか、まずお伺いをいたします。括弧3、国の特別史跡、百済寺跡について、私ども会派は長きにわたり、百済寺整備と活用を主張してまいりました。憩いと親しみにあふれ、古代寺院の景観を体感できる史跡公園とするために、再整備工事が今も進められておりますが、現在の進捗状況と今後の予定を伺います。また、私ども会派として、平成14年12月議会の第4回定例会において、本市と百済の小仁基地が黄金を産出したとされる、宮城県の涌谷町のような関連地域と歴史姉妹都市としての交流の重要性を述べ、それに対して市民レベルの交流の輪の広がりを支援し、市民間に交流を根付かしていくと、このように示されておりますが、いまだに新たな考え方は、十数年経ちますが、示されておりません。運営方針の中でも、百済の小仁基地に関する文化財のある自治体と交流し、にぎわいを創出するとあります。このようないわゆる百済の小仁基地と結びつく地域との交流や地域で活動している市民団体との関わりについて改めて見解をお聞きいたします。7、安全安心のまちづくりについて、括弧1、地域防災力の底上げに向けた地域支援に関する取り組みについて、これまで我が会派として地域の防災力を高めるという観点で地区防災計画策定の取り組みについて主張をしてまいりました。令和2年度には地域防災力の底上げに向けて住民による地区防災計画の策定支援に取り組むとのことでありますが、スケジュールなどを含めどのような展望を持って進めていくのかをお聞きいたします。また、共助共同の推進を図る観点から、老朽化の進む自治会館の建設助成制度の見直しに向けて検討を進めると述べられておりますが、実際市内の自治会館の多くは昭和40年代から50年代に建てられ、建物の更新時期に来ていると考えられます。しかしながら、自治会は建設のための自己資金を積み立てるのに大変苦労されており、自治会館の建て替え促進がなされていない状況にあると考えます。以前より我が会派が要望している自治会館の建て替えを促進するために、建設助成制度における助成金の上限額を増額することや、また建設の超寿命化を図るための改修や修繕の制度を設けることについて早急な検討が必要であると考えますが、ご見解を伺います。括弧2、交通安全対策及びインフラ整備について、我が会派では市民の生活を守る交通安全対策について要望させていただいております。市政運営方針に信号のある交差点における歩道への車両乗り上げ防止対策としてガードパイプ等の設置に取り組みますとありますが、これは我が会派が昨年の6月および12月定例月議会において信号のある交差点の安全対策について要望を行い、その中ガードパイプや車止め等を設置するなど、歩道への車両の乗り上げ防止の安全対策の実施について市として示されたと認識しております。その後の進捗状況と今後の予定をお聞きいたします。併せて国の方針であるサポカー補助金についても述べられております。これは政府与党の方針で補正予算がすでに成立をいたしました。本市においての取り組みについてお聞きいたします。
3防犯カメラ設置について、現在市内で運用を行っている防犯カメラ979台のうち329台について老朽化およびリース期間の満了に伴い機器の更新および新たに25台の設置の方針を確認いたしました。増設分の設置場所の考え方および今後の防犯カメラ設置方針についてお伺いいたします。また公立保育所への防犯カメラ設置方針も先の決算特別委員会において我が会派が早急な設置に向け要望させていただいております。その中今回示されておられますがスケジュールをお聞きいたします。8、健康福祉のまちづくりについての括弧1、高齢者施策について、健康福祉施策の充実を図るためフレイル予防に力を入れていくことが述べられております。フレイルとは要介護の一歩手前の状態にあり、適切な予防により要介護となる危険性を減らすことも可能であると聞いています。先の12月議会で我が会派からもその点についての施策反映の要望をさせていただいております。高齢者や保健事業と介護予防事業を一体的に実施し事業効果を高めていくことが必要であると考えますが、今後どのように施策を展開していかれるのかをお聞きいたします。括弧2、成年貢献制度について、その成年貢献制度については利用促進に資する計画の策定と合わせ仮称成年貢献支援センターをの設立を目指すとありますが、まずその点について内容をお聞きいたします。括弧3、初期救急医療整備と今後の体制について、平成29年の決算特別委員会の中におきまして市立枚方病院に隣接した有効活用地についてより効率的で効果的な運営という観点で初期救急医療を新医師会館内に併設することを検討してはどうかという主張を私どもはさせていただきました。市政運営方針の中に初期救急医療の整備集約を掲げられ、触れられておりますが、その連携強化はこれは大事であると考えますが、今後の在り方についてお聞きをいたします。括弧4、枚方ポイント事業について、市民の健康維持増進に向けては枚方ポイントのさらなる活用として健康づくりへのインセンティブを引き出しながら取り組みを進めると述べられています。先の12月定例図議会一般質疑において私どもは健康施策への目的化にしていくことを主張いたしました。そこで実施後約1年強においての現状のカード発行枚数およびどれぐらい活用されているか運用状況をお聞きいたします。また健康づくりへのインセンティブを具体的にどのようにお考えなのかをお聞きいたします。括弧5、市民に優しい窓口のあり方について、我が会派ではこれまでからも複雑多様化する市民ニーズに応えるために横串の組織が必要と訴えてきており、この間何度も議会で取り上げてきたところであります。今回地域共生社会の実現に向けて総合的横断的な政策展開を行うため町内の組織体制を改変充実しますとされており、その一環として機構改革で健康福祉総合相談担当の設置方針が示されました。まずこの部署は業務執行にあたりどのような体制で挑まれるのかをお聞きいたします。括弧6、障害者施策について、市政運営方針にさらなる障害理解と障害者の社会参加の促進を図るため、障害のある人もない人も共に参加し楽しむことができる障害者スポーツに係るイベントを開催しますと述べられております。我が会派で障害者のスポーツ促進を主張これまで主張してきましたが、この障害者スポーツイベントはどういうものなのかをまずお伺いいたします。9、多様な生活社会の諸課題解決に取り組むまちづくりについての括弧1、人権尊重のまちづくりについて、LGBT などの性的マイノリティへの支援については、これまで我が会派として積極的な取り組みを要望してきたところであります。運営方針では、パートナーシップ宣誓制度により、活用できる施策の充実、LGBT 電話相談、コミュニティスペースの充実に取り組みと述べられておりますが、どのように考えておられるのかをまずお伺いいたします。括弧2、環境課題解決に向けた取り組みについて、その取り組みとして2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言に基づき取り組み推進を述べられております。先日の環境イベント枚方エコフォーラムにおいて市議会において向けての具体の説明もない中、非常に唐突
唐突にこのことについて市長が表明をされました。これは市民に対し啓発だけではなく、具体的な取り組みを求めなければならない、非常にハードルの高いものとなります。一方で、その市長の唐突な表明にもなりました。理由と今後の工程をどのようにお考えかをまずお聞きいたします。10、行財政改革について、括弧1、行財政改革プラン2020の策定について。このプランについて方針を述べられておりますが、私どもは12月定例月議会で指摘をいたしましたが、財源を生み出す事業見直しとして、例えば水道料金等の福祉減免見直しや、駐車場の有料化など、市民の痛みを伴う課題設定も多く見受けられます。とりわけ、福祉減免制度の見直しについては慎重に考えるべきで、負担を被る市民に対して何を講じるかという視点を持つべきであると、またあるいは、福祉制度の見直しによる効果額は、福祉施策で還元することを基本に議論すべきと主張をいたしました。市民感覚で申し上げると、痛みを伴う負担が何に使われているかわからない、こういうことになるのであれば、到底市民の理解を得ることはできません。福祉減免に限ったことではなく、生まれた財源を何に当てていくかについて、考え方をきちんと整理し直すべきと思いますが、見解をお聞きします。各国に内部統制制度及び公共施設マネジメント推進計画について、内部統制制度についてまずお伺いします。市役所の業務改善において、行政事務の実施に伴うリスクを低減する内部統制制度の構築について検討を進めると述べられております。中核市である本市においては、内部統制の制度化は努力義務 とのことでありますが、市民に信頼される市政運営のためには、組織的にリスクを低減させるための内部統制を機能させることが不可欠であり、私どもは訴えてまいりました。お考えをその点についてお聞きします。また、制度化に向けた今後のスケジュールについてもお聞きをいたします。また、公共施設マネジメント推進計画につきましても触れられておりますが、策定後約3年が経過いたしましたが、進捗と今後の取り組みについて戦略性が必要と考えますが、見解をお聞きいたします。括弧3、窓口の電子化及び決済システムと統合型アプリ導入について、窓口の電子化対応として、行政手続きの煩雑さや負担の軽減を図ることを目的に、関連手続きを正確に案内する対応を行う窓口支援システムや、窓口手続きの事前予約を行う窓口予約システムの導入するほか、またスマートフォンを活用した利用した市税や国民健康保険料、保育所、保育料等の決済システム、災害時などの緊急情報発信、通信、通報機能を搭載した統合型アプリの導入に取り組むと、市政運営で述べられておりますが、今後どのように展開していくのかをお聞きいたします。括弧4、スマート自治体への展開について、国の自治体戦略2040構想の中で、自治体の規模が縮小化されても、本来担うべき、担うべきこの自治体戦略2040構想、こういう担うべき中で、自治体の規模が縮小化され、もとい、十分に発揮できる組織体制を維持するためには、スマート自治体への転換が求められております。まあ、これを受けて、本市では AIOCR や RPA 等を活用した業務を拡充すると、スマート自治体の転換を図るとされておりますが、AIOCR や RPA を活用した取り組みの現状と今後の方針についてお聞きいたします。過去後、組織体制の転換と創新、人件費削減について、今回の機構改革案では、部組織が2減、カー組織が11減と非常に大きく整理されたようでありますが、良いように見れば、福祉、健康福祉部門など横串が刺され、組織横断的な対応が図られるものと見えますが、見方を変えれば、管理職からすると、1人の管理職が背負う責任や仕事量が多くなり、また、組織数が減るということは、管理職ポストの減少で職員のモチベーションを維持できるのか、またその対応も同時には示されておりません。加えて、その過小行財政改革プランでは、総人件費の削減が行革においての市長の旗印のように掲げられております。人件費 5% カットを看板にするのではなく、人件費については働き方改革やスマート自治体といったこれからの時代を見据え、当然進んでいくことであって、そこまでの工程を示した上で、数値化を行い、削減に対しての道筋を示すべきであると考えます。
またプランではソサイティ 5.0 と言われますが、具体的に何をするのかも見えてきません。例えばテレワークや男性の育休促進など多角的な視点で検討すべきであります。またこの後にも述べますけれども、保育所の民営化も今の保育所感覚とマッチしているのか疑問に思います。いわゆる今の保護者感覚とマッチしているのか疑問に思います。官民が受け持つ役割を考える時代になっております。時代の先を見据えた行革方針の定め方をするべきと考えますが、見解をお聞きします。括弧6、保育所の民営化について、今後民営化を行う保育所等において前例にとらわれず検討を進めるとしていますが、そもそもこの前例の定義についてはこれまで示されておりません。また先の所信表明で年に1箇所程度目標民営化を進めるとされておりますが、行財政改革プラン2020においてもその効果額が示されております。そこで本来は子ども青少年部が具体的な公立保育所の民営化の方針を示し、それに基づく効果額が示されるべきでありますが、お聞きすると今のところ渚西保育所以降の民営化についての具体的プランは全く策定されておらず、示されてもおりません。全く町内の整合性が取れておらず、順序が逆ではないかとも思います。見解をお伺いします。括弧7、私立枚方病院の経営体制について。私立枚方病院では将来にわたって地域市民のために必要な公的医療を提供できるよう経営の健全化を図りつつ最適な在り方について検証しますと述べられております。私立枚方病院では平成30年度からの民間の経営コンサルタントを導入している、このように報告されておりますが、その導入により平成30年度の決算数値は改善、経営体質の改善が一定図られたとは示されております。最適な病院の在り方を検証する上では経営体質はもとより経営体制についても検討すべき時期に来ていると私どもは考えております。昨年の所信表明に対して我が会派から経営健全化が達成できないのであれば第三者の目で組織編成などにも及ぶ経営の根本からの在り方を検討することが必要と指摘しております。経営コンサルタントからの実務的な提案というようなものだけではなく、民間からの経営改善を強力に推し進めることができる人材の登用、第三者の目による組織編成を行うなど経営体制の再構築が枚方病院に必要と考えますが、お考えをお聞きします。11番目の終わりにの、市政運営における市民や議会との議論について、所信表明や市政運営方針ではその都度市議会の意見をしっかりと聞き議論を真摯に重ねるとされておられますが、私どもは伏見市政の1期目の4年間を見てもまた議会と議論を重ねてきた、このようには思っておりません。例えば象徴的なものとして枚方市駅周辺の再整備に向けたこの間の迷走であります。当初民間企業に絵を描かせて市街地開発再開発事業という手法を活用して行うと決定したことは、これは私ども議会にとってはまず寝耳に水の話でありました。そうかと思えば突如リセットされ、今まで何もなかったかのように今度は土地区画整理事業で行いたいと新しい案を議会に示されました。このような事象は伏見市政の運営においてはほんの一部で、一時が万事でさまざまな事柄でこのような形で進んでいるように感じております。本当に市長は議会の意見を聞き議論を行うつもりであるのかどうかをお伺いいたします。以上で1回目質問とさせていただきます。伏見市長。公明党議員団を代表されましての有山議員の質問に順次お答えいたします。まず枚方市国土強靭化地域計画についてですが、国土強靭化地域計画は平成30年に受けた大阪北部地震や台風21号をはじめとする自然災害を教訓として、大規模自然災害が発生しても致命的な被害を負わない強さと、速やかに回復するしなやかさを持った強靭な地域を作り上げるための施策の推進に必要なものと考えており、市議会有識者等の意見を踏まえ、
また市民へはパブリックコメントを実施し、令和3年3月に策定を予定しています。次に SDGs の取り組みに対しての女性の視点の取り入れについてお答えいたします。今後の社会の変化を見通しますと、誰もが家庭、職場、地域といったそれぞれの場面でより生き生きと活躍できる環境づくりが一層求められていると考えています。ジェンダー平等の実現など SDGs に掲げられた目標の達成に向けた取り組みや、議員を示すように災害時をはじめこれまで以上に女性目線での取り組みが必要な場面があると考えています。今後は例えば女性職員による施策の見直しに向けた検討を行うなど、一人一人の立場に寄り添う施策展開が図られるよう取り組みを進めていきます。次に事業実施に対しての根拠データ分析や KPI 設定についてお答えします。 EBPM の取り組みに向けては、現在事務事業の効果や進捗状況の見える化を図る観点から KPI 等の見直しを行っているところであり、今後総合計画に掲げる目指す街の姿の実現に向けて、実行計画や事務事業の評価や新規施策の立案時における根拠データとしてできる限り活用し、より効果的な事業展開につなげていきます。次に待機児童対策についてお答えします。保育士等の確保を進めることについては、待機児童対策を進めるにあたって、また保護者の皆さんが安心して子どもさんを預けていただくためには重要な施策であると考えています。対象施設につきましては、今回の処遇改善による効果検証を行っていきたいと考えています。次に子どもたちが直面する困難課題への対応についてお答えします。貧困、いじめ、児童虐待、引きこもり、不登校など現代の子どもたちが抱えるさまざまな課題に対応するには、福祉、保健、医療、教育など関係機関が一層連携を強化し、それぞれが責任を持って必要な支援を行っていくことが重要です。そうした観点から、今般子どもに関するソーシャルワーク機能を有する拠点、いわゆる関係機関の司令塔として子どもの育ち見守りセンターを位置づけ、子どもたちに必要な支援を届けていく考えです。子どもたちに適切かつ的確に支援を届けるには、実情の把握が欠かせません。関係機関等と必要な情報を共有し、町内の子どもの情報の一元化に取り組むとともに、インフォーマルなリソースも含めた地域全体の社会資源の実情把握を継続的に行っていきます。また社会全体で枚方の子どもたちを守っていくため、仮称子どもを守る条例を制定し、広く地域に発信することで子どもたちを守る支援体制を強化していく考えです。次に子ども医療についてお答えします。子ども医療につきましては、令和2年度においては、ロタウイルスワクチンの定期接種化や検査・検診等の充実を図ることで、子どもの健やかな成長を支える取り組みを進めていきます。子ども医療費助成制度の年齢拡大については、私の1期目の公約でありますが、大きな財源の確保が必要であることから、引き続き国や大阪府へ制度創設や補助金増額の要望を行うとともに、本市でも行政改革による財源確保に努めながら、この4年の任期を見通す中で、子育て世代への医療にかかる施策について検討を進めていきます。次に ICT 教育についてお答えします。本市では国がギガスクール構想の実現として方針を示したことから、計画的で効果的な整備と活用を進めていくための基本方針として、枚方市 ICT を活用した学校教育の考え方を今年度中に策定し、 ICT の整備を進めていきます。タブレット PC の整備については、未来学習研究事業の検証を踏まえ、教員にまず整備を行い、 ICT を活用した学習指導方法の検討や機器操作の習熟を図った後、児
児童生徒に整備を行っていきたいと考えています。まず令和2年度当初予算において中学校教員用タブレットの予算計上を行っています。小学校教員と児童生徒への整備については国が示すロードマップを基準として補助金の活用や財源、学校のニーズ等を総合的に勘案して整備を行っていきたいと考えています。次に公務支援及び学習支援についてお答えします。公務支援システムにつきましては教職員が児童生徒の成績や出席情報、健康記録等の情報処理のために利用しているもので、学校現場の意見を反映しより利用しやすい機能を充実させることで業務効率を上げ事務にかかる時間を短縮できるよう改修を進めます。またスクールサポートスタッフなどの人材配置につきましては今後も ICT の活用とともに研究に努め現在検討を進めております。学校園運営サポート事業での取り組みの中でも包括的に教職員へのサポート体制を強化し教職員の多忙化解消を進めていきます。学習支援につきましては放課後等の時間を活用して今年度から民間事業者への委託による学習教室を実施しているところです。中学生を対象にした学習教室については8月に中学3年生を対象とした夏季集中学習教室を9月からは全学年を対象とした少人数指導形式の学習教室を実施します。これらの学習教室には福祉部で実施している同様学習教室を統合する方向で検討しておりより参加しやすい環境と質の高い学習支援を提供することで一人一人の学力向上を図るものです。次に中学校給食についてお答えします。令和3年度のモデル事業については先の文教委員協議会でいただいたご意見や令和2年度の検証結果等を踏まえ対象コース、実施期間、費用負担などの詳細を改めて検討していく考えです。次にいじめ防止策についてお答えします。本市では新たに法律面に加えて社会福祉的視点を併せ持ち学校園現場をよく知る弁護士をスクールロイヤーとして委託しいじめの防止早期解決に向けた取り組みを推進します。具体的な取り組みとしましては学校への管理職や生徒指導担当者対象の研修の実施や保護者地域に向けた講演会の実施学校におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家などを交えたケース会議へのスクールロイヤーの参加などを考えており市学校、家庭、地域が連携することでいじめの未然防止、早期解決に努めます。次に教育環境整備に対しての取り組みについてお答えします。教室における空調整備等の整備及び維持管理については学習環境整備 PFI 事業が令和3年3月末で終了するとともに空調設備の更新の時期を迎えることから国庫補助金の活用も含めてより効果的な設置手法と財源確保策の検討を進めています。また学校体育館の空調整備の設備の、設置についても子どもたちの熱中症予防対策の観点また避難生活が長期化した場合の避難者の健康面における観点からもこの整備に合わせて効果的効率的に設置ができるよう検討を進めていきます。次に枚方市駅周辺再整備及び総合文化芸術センターについてお答えします。市駅前の行政サービス機能の再編については今後のまちづくりや財政状況を踏まえ検討を進めている中で仮称市民窓口については ICT 技術を積極的に活用し主要な手続きのワンストップ化が図れる総合窓口を目指します。併せて健康相談機能や図書館機能の拡充など高齢者をはじめさまざまな世代を対象とした行政サービスの向上を公民連携で図ることで
魅力あるまちづくりを実現していく考えです。総合文化芸術センターについては、本市では平田織座氏をはじめとする音楽、演劇、伝統芸能、社会包摂の専門家4人による文化芸術アドバイザーを設置しており、アドバイザー企画の文化芸術事業を各分野において実施していくとともに、センター本館開館後は国内外のプロによる優れた音楽や演劇等の公演など、指定管理者による実習事業を多数実施していく考えです。また支店については、美術ギャラリーを中心に諸施設を活用するなど、日本画、洋画、工芸など各部門を一堂に集め、文化芸術拠点にふさわしい展示会が開催できるよう、早期の開催に向けて検討を進めます。次に道路整備事業についてお答えします。都市計画道路整備事業につきましては、地域の利便性や安全性の向上など大きな事業効果が見込まれますが、その完成には時間を要します。そのため周辺道路の安全対策についても十分に配慮が必要であることは認識しているところです。今後の主な課題としましては、主要な財源となる国庫補助金をしっかり確保することが挙げられますが、今後も補助制度の動向に注意し、効率的に財源の確保を行うとともに、引き続き都市計画道路の整備を計画的に進めていきます。次に氷ヶ丘地域のまちづくりとワニ公園のあり方についてお答えします。氷ヶ丘地域のまちづくりとしましては、本市と指定管理者が官民連携しながら、氷ヶ丘図書館と氷ヶ丘中央公園緑の広場の運営を充実させるとともに、周辺の商業施設や地域の人々などと協力連携し、町がにぎわい、また町の魅力を向上させるべく取り組む考えです。次にワニ公園につきましては、現在まで担ってきた役割を踏まえ、幅広い年齢層の市民が気軽にスポーツや健康増進ができる公園として、民間活力の活用を視野に入れるとともに、利用促進を目指し、課題のある施設を再整備することで東部地域を活性化し、本市が選ばれましとなる取り組みを進めていきます。次に地域における交通システム構築についてお答えします。地域支援、自主運行型コミュニティ交通システムのモデル事業など、多様な交通手段の導入も含め、不便地域などの交通を地域で考えていただけるよう、意識の醸成や機運の向上を図るために出前講座や勉強会を行っているところです。次に地域資源を生かした取り組みについてお答えします。自然や歴史、食の体験など本市のさまざまな地域資源を活用し、本市の魅力向上、交流人口の増加および経済活性化に取り組むことを目的としています。次に農業施策と東部地域の取り組みについてお答えします。摂南大学農学部の開設については、本市の重要課題であります農業振興と東部地域の活性化を進めるにあたり、その連携をより深めていく必要があると考えており、今後積極的に取り組んでいきます。次に国の特別史跡百済寺跡についてお答えします。特別史跡百済寺跡再整備につきましては、整備スケジュールを見直しており、令和4年度には歴史的建造物である築地塀復元を行うなど、令和5年度の事業完了に向けて取り組んでいきます。市政70周年記念事業として歴史フォーラムを実施した際には、涌谷町教育委員会から講師を招いて講演をしていただきました。また本市には百済寺跡を中心に地域活動に取り組まれている市民団体もあることから、涌谷町をはじめとする関連地域との交流を深めて、にぎわいを創出するため、ともに取り組んでいきます。次に地域防災力の底上げに向けた地域支援に関する取り組みについてお答えします。
地区防災計画の策定支援については、6月開催予定の校区自主防災組織ネットワーク会議で、地区防災計画策定の支援について周知を行います。全校区での策定を目指し、まずはモデル校区を選定し、取り組みを進めていきます。また、自治会館は、地域における安全安心のまちづくり活動を行う拠点であり、各自治会が安心して活動ができるよう、各自治会館の現状及び整備に関するニーズ調査を行った上で、老朽化が進む自治会館の建設助成制度の見直しに向けた検討を行います。次に、交通安全対策及び都市インフラ整備についてお答えします。昨年5月に滋賀県大津市で発生した歩道上で信号待ちをする幼児等が巻き込まれた事故を受け、今年度におきましては、枚方市内の信号のある交差点における歩道への車両乗り上げ対策として、東山1丁目、葛葉岬3丁目および氷ヶ丘9丁目の3交差点において、ガードパイプ、夕方バリカーを設置する工事を施行していきます。また、令和2年度以降につきましても、引き続き、枚方市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検において対策が必要な交差点を中心に、信号待ちをする歩行者の安全対策に取り組んでいきます。国のサポカー補助金につきましては、令和元年度の補正予算について、65歳以上の高齢運転者による安全運転サポート車の購入や、後付けのペダル踏み間違い、急発進抑制装置の購入に対する補助制度となっており、国は3月中の申請受付開始に向け準備を進めています。本市におきましては、国のサポカー補助金の詳細が確認でき次第、広報やホームページ等で周知啓発を行い、高齢ドライバーの事故防止に取り組んでいきます。次に防犯カメラ設置についてお答えします。25台の増設分については、関係機関の意見や地域の声なども踏まえて、設置場所の選定を行っています。市内に設置している防犯カメラにつきましては、その有用性を十分認識しておりますので、今後とも機器の更新やカメラの増設について適切に進めていきます。また、近年、子どもをめぐる事件、事故が続いている中、防犯対策を強化する観点から、できるだけ早期に全市立保育所及び小規模保育施設において防犯カメラを設置したいと考えており、今年秋ごろの設置を目途に手続きを進めていきます。次に、高齢者施策についてお答えします。健康福祉施策の充実に向けては、若年期から高齢期まで一貫した健康増進の取り組みを進めるとともに、効果的にフレイルを予防するため、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に実施することが重要であり、組織体制を整備するなど、積極的に取り組んでいきます。次に、成年後見制度についてお答えします。成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、国が策定した基本計画では、利用者本人を後見人と共に見守るチームの支援や、地域の関係機関で構成される協議会の運営など、成年後見制度の運営において、不可欠な地域連携ネットワークの中心的存在として、市町村単位を基本に中核機関を設置することとされており、仮称成年後見支援センターはこれに該当するものです。次に、初期救急医療整備と今後の体制についてお答えします。令和3年度に市立枚方病院隣接地の有効活用地に新医師会館を移設し、枚方休日急病診療所、北河内夜間救急センターおよび枚方休日歯科急病診療所の3つの診療所を併設します。枚方休日急病診療所については、
現在の医師会館からの移設となり、私立平方病院への患者搬送については、これまでに比べて大幅に改善することになります。また、大規模災害時には、新医師会館が救護所の活動拠点等となり、平方市災害医療センターである私立平方病院との連携した災害時の医療救護活動を実施することも検討しており、連携の強化を図っています。次に、平方ポイント事業についてお答えします。令和2年2月末時点の平方ポイントカードの発行数は5万枚、発行ポイントは約420万ポイントで、そのうち約37万ポイントが協力店舗において利用されています。また、健康づくりの新たなインセンティブとして、これまでの健診や健康講座などの対象事業に加え、既存のウォーキングアプリを活用し、ポイントがたまる仕組みや、禁煙支援など、健康増進につながる事業を新たにポイント付与の対象とするなど、市民の健康づくりに特化した取り組みを進める考えです。次に、市民に優しい窓口のあり方についてお答えします。健康福祉総合相談担当は、複合的な課題を抱える方に対する支援も行うこととしており、健康福祉などのそれぞれの分野のものを同じ部署に配置することにより、多岐にわたるニーズ、複合的な課題に適切に対応できるようにしていきます。また、地域健康福祉室を新設し、健康福祉総合相談担当をはじめ、健康福祉に関わる業務を担当することで、室としても指揮系統を持たせるとともに、総合的な支援を行えるよう機構改革を行うものです。次に、障害者施策についてお答えします。東京2020オリンピック・パラリンピックが開催されることを契機と捉え、障害がある人もない人もともに、障害者スポーツを楽しめる企画を検討しており、現時点ではパラスポーツ競技等のエキシビジョンや体験会などの実施を検討しているところです。次に、人権尊重のまちづくりについてお答えします。性的マイノリティ支援につきましては、昨年3月に枚方虹色宣言を行い、重点的に取り組んできました。パートナーシップ宣言制度により活用できる施策として、今年度、市営住宅の入居申し込みや結婚等、新生活支援補助金等の利用を可能としましたが、今後も全庁的な取り組みとして、施策の拡充に努めていきます。また、LGBT 電話相談やコミュニティスペースについても、SNS 等さまざまな媒体を活用して周知を行い、当事者のニーズに合わせて内容の充実などを進めていきます。次に、環境課題解決に向けた取り組みについてお答えします。2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言につきましては、国からの協力の呼びかけとともに、大阪府においてもすでに表明されていること、さらには2050年という長期的な目標ではありますが、目標達成に向けては、今すぐにでも地球温暖化対策を強化していかなければならないという差し迫った状況であることから、市民団体、事業者と市が気候変動に対する危機感を共有し、市が先頭に立って取り組む決意を示すため宣言を行ったものです。宣言に基づき、各主体が連携協力し、地球温暖化対策に取り組む考えで、来年度に策定する第3次枚方市環境基本計画に2050年までに地域の二酸化炭素の排出量実質ゼロを目指すことや、中長期的な取り組みの方向性を位置づけていきます。行財政改革プラン2020の策定についてお答えします。本プランの取り組みによる効果額については、この町に住みたい基金に積み立てることを基本としており、基金の充当先としては、総合計画を実現するために実施する新規拡充事業や ICT の導入など、
行政改革を推進するために必要となる取り組み、その他市民サービスを向上させる取り組みなどの財源とすることについて検討を行ってきたところです。議員お示しの福祉の見直しによる効果額は福祉施策で還元することについても、現在の福祉施策のさらなる充実策をはじめ市民サービスの向上につながる施策の展開などに活用していく考えです。次に内部統制制度および公共施設マネジメント推進計画についてお答えします。まず内部統制制度についてお答えします。本市の内部統制の責任は市長である私にあります。内部統制制度は人口減少社会においても持続可能な行財政運営の確立につながる重要な取り組みと位置づけており、事務の適正な執行を確保することで市民福祉の増進が達成できるよう全庁的に取り組んでいきます。なお令和2年度は令和3年度当初からの制度運用開始を目指して引き続き制度構築に向けた取り組みを進めていきます。次に公共施設マネジメント推進計画についてお答えします。公共施設マネジメント推進計画では、計画に掲げた方針に基づき長寿命化や施設の最適化の具体を示す個別計画を策定することとしています。また各施設の現状を把握するための施設カルテ一時二次評価を行うことも示しています。これまで施設カルテ施設評価を順次実施し公表しており、個別計画については総合編を令和2年度中に策定する予定です。令和3年度以降、この総合編の考えをもとに個別の施設計画を策定し、複合化集約化などを戦略的に進めていく考えです。次に窓口の電子化および決済システムと統合型アプリ導入についてお答えします。窓口の電子化の対応として、窓口支援システムは住民移動等による窓口手続きの簡素化を図ることを目的に導入に向けた取り組みを進めており、また窓口予約システムについては昨年度に施行実施した児童扶養手当の現況届の受付の成果を踏まえ、相談窓口等でも活用できる調整を行い、本年7月の稼働に向け準備を進めているところであり、順次拡充していく予定です。次にスマートフォンを利用した市税や各種保険料の決済システムについては、本年4月からの利用開始に向け準備を進めており、統合型アプリの導入については、子育て応援アプリやごみ分別アプリなどの季節アプリを統合するほか、利用者が便利さを享受してもらえるような機能の精査を行うなど検討を進めています。次にスマート自治体への転換についてお答えします。今般人口減少が進む中、本来業務に注力できる環境を実現したスマート自治体への転換を図り、持続可能な自治体運営を進めるために、窓口支援システムや窓口予約システムの導入を進め、市民サービスの向上を図るほか、申請書などの手書き文字をデータ化する AIOCR や定型的な処理を自動化する RPA 等の ICT を業務の中でいかに有効に活用し業務の効率化を進めていくかが重要なポイントと考えています。 RPA については昨年度から順次導入し、 AIOCR と組み合わせでは口座振替処理のための口座情報の登録作業等の業務での適用が可能であることから、この3月から運用を開始し、さらなる業務の効率化を図ります。今後においても市民サービスの向上や業務の効率化を進める ICT の積極的な活用を図り、スマート自治体への転換に向けた取り組みを着実に進めます。次に組織体制の転換と総人件費削減についてお答えします。仮称行財政改革プラン2020では、2040年問題やソサエティ 5.0 における行政の役割等を踏まえ、
踏まえ設定した5つの基本方針に基づき、これまでの改革の取り組みを充実発展するとともに、今後必要となるスマート自治体への転換や働き方改革などの取り組みにも果敢にチャレンジしていくものです。労働力人口の低下や ICT や AI などの技術で補うことや、働き方改革の一環として時間外勤務の抑制や時代の要請に応える取り組みを進める中で、結果として総人件費の 5% 削減を図るもので、その工程については毎年度進行管理を行う中で、より分かりやすく具体的な取り組み内容としてお示しするなど、年次目標の見える化を行いながら進めていきます。次に保育所の民営化についてお答えします。保育所の民営化につきましては、今後も効率的に子ども子育て支援を充実していくための財源確保も含めた重要な枠組み取り組みであると考えています。これまでの民営化の取り組みにおいては、従来の計画に基づき民営化を検討するとしていた公立保育所を中心に検討を行ってきましたが、今後は就学前の教育保育施設にかかる平型プランに基づき、より用法一体的な視点を持ちながら柔軟に検討していきたいと考えています。また行財政改革プラン2020では、今後の取り組み目標として民営化の箇所数や時期を示しており、引き続き検討を進め、プランの具体化を図っていきます。次に私立平方病院の経営体制についてお答えします。私立平方病院については、現在全職員一丸となり、病院組織として経営の健全化に取り組んでおり、第2期中期経営計画の中間報告においては、令和2年度には利益余剰金を計上する収支計画を取りまとめたところです。今後の平方病院の経営体制については、収益面だけにとどまらず、災害医療や今回の新型コロナウイルス対応、市民の命と健康を守るセーフティーネット等の公的医療機関としての責務について、外部の活用も含めて多様な視点で検証していきます。次に、終わりにの市政運営における市民や議会との議論についてお答えします。市政における各施策の推進にあたっては、市議会議員の皆様としっかりと情報を共有した上で、ご意見をお聞きし、深い議論を重ねながら、市民福祉の向上、枚方市の成長発展を目指していきたいと考えています。奈良教育長。はい、次に、策定予定の教育大綱に対しての市長の見識についてお答えします。総合教育会議において、教育委員からは、第1回の会議では市長の思いを書いていただきたい等という意見、第2回の会議では初めにの部分に対して市長の思いがここに表れているなどという意見が出されました。また初めにの部分は、市長の思いが市民の皆様にご理解いただけるよう平易な文書で記されたものであると私自身も認識しています。有山議員。それでは、それぞれご答弁いただきましてありがとうございます。2回目の質問および要望意見をさせていただきます。まず、事業実施に対しての根拠データ分析や KPI 設定について、これは要望とさせていただきますが、先ほどお指摘いたしましたように、総合計画の進捗管理がいかになされているか、私どもには全く報告もなされておりません。また伏見市政になって、いわゆる先ほども言いましたが、思いつきのような方針も多々示されております。私どもは提唱する EBPM、 いわゆる根拠に基づく政策立案手法を早急に導入し、データ活用を積極的に図りながら、
また市長の方針であるからとか、まあ、ある意味私ども議会にも指摘をされているから、まあ、こういうことを超えた施策事業の立案と進捗管理について、これは責任を持って議会に示されなければならない、このように思いますので、どうかその手法を使いながらよろしくお願いいたします。次に待機児童対策についても要望といたします。保育士さんの処遇改善対象者についてはまず次年度の取り組みの効果検証を行ってからとのことでありますが、企業主導型保育所や預かり機能を備えた幼稚園も待機児解消の一翼を担っているわけであります。税の公平性という観点では、これは不公平感につながるわけでありまして、このいわゆる対象者の拡大についてのご検討をぜひよろしくお願いいたします。次に子どもたちが直面する困難課題への対応について、この体制づくりについては再質問をさせていただきます。子どもの育ち見守りセンターがソーシャルワーク機能を有する拠点として子どもたちや家庭への支援に取り組んでいくことは、これは一定理解をしました。我々もこれからのその体制については引き続き確認をしてまいりたいと思います。そこで運営方針で示されている里親の推進については、これは我々もこれまでから家庭的養護推進の立場で要望もしてまいりました。今後の取り組みについてお聞きをいたします。子ども医療については要望といたします。子ども医療費助成制度の年齢拡大については、いわゆる先ほども言いましたお隣の寝屋川市をはじめ、府下で言いますとすでに14の市と町が実施をしております。この事業について議会も市民もこれはおおむね実施に対して異論があるとは思えません。なぜ市長が急に及び腰になったのか、私どもには全く説明もされておりませんし見えません。2期目の4年を見据えてという先ほどのご答弁でありましたが、そのような判断をせず早急な実施方針を打ち出すべきである、これは要望とさせていただき、また別の場で議論をさせていただきます。次に策定予定のですね、教育大綱に対しまして再質問させていただきます。先ほど教育長から力のないご答弁がありましたが、いわゆる教育大綱の初めにの部分は、市長の思いが市民の皆様にご理解いただけるような平易な文章で示されたものである、もうこのように認識している、こういう教育長のご答弁でありました。教育大綱に対しての市長のこの挨拶文であるにもかかわらず、教育長は他人事のような言われ方をされております。その挨拶文に特に問題がある箇所、家族を持つことで人生を豊かにすることができること、生活をするために必要な金銭を得るために仕事をしなければならないことなど、これは児童生徒また保護者ひいては全市民へのメッセージとしては、私どもは人権感覚や配慮にあまりにも欠けた問題がある表現であると考えざるを得ません。市長のこのような個人的な価値観が初めにの部分において市民や保護者に向けて述べられていることについて、この市長の見識として教育長はどのようにお考えなのか、教育長の重い立場を踏まえてお聞きいたします。またこれからの価値観が大綱の位置づけに記載されている子どもたちが未来に夢と希望を持って羽ばたいていけるよう、これからの本市教育行政の目標や施策の根本となる方針を定めるものという、ここの部分との整合性が取れていないようにも思います。合わせて市長の市政運営方針には、多様な生活社会の課題解決に取り組むまちづくり、この観点も触れられております。市長の個人的価値観はこれも整合性が取れない表現でもあります。その部分も含めてこれは再度教育長の見識を踏まえてお伺いいたします。次に中学校給食について、これは要望とさせていただきます。改めて市長また教育長も合わせて申し上げますが、これずっとこれまで会派として議会の中で言ってきたわけです。本市の中学校給食はすでに実施されているわけであります。これは当たり前の認識されているかと思いますが、選択制の中で喫食率が格段に上がれば、これは必然的に全員喫食への取り組みをどれだけ予算がかかろうと、これは市の責任としてニーズに応えなければならないわけであります。
直近の給食率をお聞きしました。平均値がわずか 34.1% であります。全員給食を必ずしなければならないという視点ではなく、生徒保護者が中学校給食に対してどのように受け止めているのか、真に何を求められているのか、これを冷静に調査、判断しなければならない。このように思います。その視点であまり先走りせず、令和3年度以降のモデル事業も先の委員協議会で示されましたが、先ほどこれは改めて考えるというご答弁でしたので、令和3年度以上どのような取り組み、ある意味する、しないも含めて考えていただきますように指摘をしておきます。次にいじめ防止策について、これは再質問させていただきます。いじめの防止や早期解決に向けては、教育的な側面からのアプローチではなくだけではなく、行政面、法律面などを加えた多面的なアプローチも踏まえ、いじめをなくすための明確な体制づくりが必要ではないか、このように考えます。例えば、寝屋川市では市長部局に監察課を設置され、その体制づくりを図られました。昨年の決算特別委員会においても、その事例を我が会派としても取り上げさせていただきました。その取り組みを私ども会派は寝屋川市役所にて先日研修してまいりました。非常にはっきりとした取り組みであります。本市においてはどのようにお考えか改めてお聞きします。次に教育環境整備に対しての取り組みについて再質問いたします。学校体育館の空調設備に対しての整備検討を図られるということですので、これは早期によろしくお願いいたします。熱中症対策という観点で合わせて我が会派がかねてより要望しておりますウォータークーラーの学校現場への設置につきましても、中学校が完了いたしましたので、小学校にも早期設置をよろしくお願いいたします。そこでハード面の環境整備だけではなくて、ソフト面の取り組みとして、運営方針において総合型放課後事業、仮称放課後キッズグラムについて触れられております。我が会派より議会において放課後の事業については効率化を重視するあまり、安心安全な環境がこれは置き去りにされないように、こういう指摘もさせていただいているところであります。そこで総合型放課後事業に対し、その点を踏まえどのようにお考えなのかをお聞きをいたします。枚方市駅周辺再整備について再質問をさせていただきます。先ほど私どもが主張した丸三街区、いわゆる駅前に仮に総合窓口を設置した場合は、新庁舎の位置決め、また規模、イメージについても、これは考え方が必要になってくる、このように思います。ただ、市駅周辺再整備については、事業手法を先ほども言いました、土地区画整理事業へ見直しとなりました。行政当局サイドが進捗について、この見直しとなったことによって、結果として立ち止まる結果となりました。またさらなる民間の創意工夫を取り入れるための検討、現在、市議会の研究チームで議論を深められております。私も参加をさせていただいております。このような状況をしっかりと見極めていく必要であるから、いわゆる市が策定を目指している再整備基本計画等のタイムスケジュールについては、これは市長、慎重に、また柔軟に考えるべきであると思います。見解を伺います。次に、氷ヶ丘地域のまちづくりとワニ公園のあり方について、これは要望といたします。先日建設中の図書館と公園施設を拝見させていただきましたが、氷ヶ丘地域のまちづくりに関しましては、民間ノウハウを活用した取り組みを進めることで、町の魅力向上活性化に寄与できるものになると、これは現場を見て確信するところであります。さらに指定管理者の提案をうまく引き出すとともに、商業施設とともうまく連携しながらソフト事業を充実させる取り組みをしていただきますよう意見とさせていただきます。言えるかねてより、私ども会派が提唱してまいりました PPP 手法での都市公園の再整備は、民間事業者が収益を上げるために公共施設である公園を使用する、それによって公園の魅力や付加価値が創出される、こういうことを目指すものであります。ぜひよろしくお願いいたします。またワニ公園が再整備される、この方針は打ち出されております。新たな付加価値が創出され、東部地域をはじめ本市まちづくりの起爆剤になる、このような思いで取り組んでいただきますようよろしくお願いいたします。地域資源を生かした取り組みについては再質問をさせていただきます。地域資源を生かし経済活性化などに取り組む、こういうご答弁いただきましたが、政策決定や評価などにいわゆる産業連関分析が有効であることが世間では知られております。
なかなか聞かない言葉でありますけれども、いわゆる特にですね、本地域における1年間の各産業間の取引をまとめた地域産業連関表、こういうものを作成する、こういうことで本市の経済構造の見える化をすることができます。観光施策にもその見える化を確認することによって活用することができます。例えば横須賀市などでは策定に取り組まれて、すでに有効な手立てとなっております。改めてこの点についてのご見解を伺います。次に農業施策と東部の取り組みについて再質問。摂南大学との取り組みについては連携協定に向けよろしくお願いいたします。運営では、その指定運営方針では、野外活動センターについてもあり方を検討するとされております。まあ、今回の機構改革では、野外活動センターを所管するスポーツ振興課が観光にぎわい部に位置づけされる、まあ、こういう方針が示されておりますが、まあ、こうしたことから今後は民間など、外部の視点から野外活動センターのあり方を検討する、まあ、こういうことがあってもいいのかな、このように思いますが、お考えをお聞きいたします。次に、地域における交通システム構築について、これも再質問させていただきます。高齢者の移動支援などの観点から、地域における交通システムの構築は私ども会派としても重要視しております。本市が目指すべき姿は、あくまで地域主体型のものでなければならないと考えておりますが、例えばでありますが、負荷の他市の取り組みであります。河内長野市の南下台地区、高齢化がここも非常に高い地域であります。住み慣れた場所で暮らしを続けられるコンセプトに、IoT 技術などを活用した、定員7人乗りの電気自動車、グリーンスモーモビリティの効果的導入実証実験を市、府や地域住民などが連携して、まあ、いわゆる国の支援をもらいながら、昨年12月からくるくるという名称で運行を開始しております。この実証実験については、ドライバーや予約受付などの運営を地域住民が自ら担うとのことで、高齢者の生きがいづくりにもなり、将来にわたって持続可能な取り組みになるものと期待されております。そこで今回、まちづくりが入り口となった交通政策を紹介しましたが、まあ、今後、地域における我が市においての交通システムの構築を図る上で、まちづくりとどのように関連させ進めようとされているのかを改めて確認をさせていただきます。次に交通安全対策および都市インフラ整備についておよび防犯カメラ設置については合わせて要望とさせていただきます。交差点への歩道の乗り上げ対策は現状3箇所の施工ということで少しスピード感に欠けているのかなとこういう印象を受けております。早急な他の多くある箇所の交差点対策を講じていただきますようお願いいたします。併せて防犯カメラ設置につきましては今後多くの更新時期となるようであります。まあ、次年度の増設はもとより更新に合わせた新たな増設に向けたプランニングをよろしくお願いいたします。また公立保育所の設置についても私どもの昨年決算特別委員会の指摘このことを受けて未設置に対しての対応判断がなされたものこのように考えております。答弁で今年の秋ごろの設置ということでありますが、まあ、この子どもの安心安全は喫緊の課題であります。できうる限りの迅速な整備、対応をよろしくお願いいたします。成年後見制度について再質問させていただきます。成年後見制度の利用促進については、我が会派ではこれまで必要な方が身近に感じることができ、あらゆる層の方にとって利用しやすい制度となるよう主張してまいります。現実問題として利用の必要な方が地域で埋もれてしまうケース、利用する際に後見人等への報酬費用が多くかかるのが実情であります。まあ、判断能力が不十分となり、後見人が必要となった場合にもすぐにキャッチし、そして利用につなげていくことや、さまざまな生活事情がおありの方が、後見人等の活用においての専任につながらないことがないよう、こういう取り組みが重要と考えております。まあ、こうした垣根をなくし、権利が確保されるような取り組みの方向性について改めて確認をさせていただきます。次に初期救急医療整備と今後の体制について再質問させていただきます。体制の連携強化を図っていくとのご答弁でありました。本市の医療施策の協議について、初期救急医療と隣接市の二次救急医療機関である市立枚方病院、また保健センターなど、市の医療機関
が関係がいわゆる令和3年度に集約されることになります。先の厚生委員協議会において私はこのエリアを市民の安全と安心に貢献する位置づけにおいての医療や例えば保健機関ゾーン、こういうゾーニングという位置づけではどうか、こういう提案をさせていただきましたが、見解をお聞きいたします。次に枚方ポイント事業についても再質問させていただきます。先ほど運用状況をお聞きしましたが、発行ポイントが約300万ポイント、そのうち、これはびっくりしましたが、1割にも満たない約26万ポイントしか協力店舗で直近の調査では活用されていない、もう1年経って驚くべき数字であります。カード発行数や協力店舗の目標に対して、そのいわゆる目標に対して判断する、こういうどころかですね、1年以上の経過の中で流通量があまりにも少なく、全く広がっていないと言わざるを得ません。多額の経費をかけて市長の目玉施策として発信した割には1年以上経ちましたが、そういう状況であります。仮に今後、健康づくりにシフトするということであれば、高齢者だけではなく、子育て世代の健康づくりを対象とした事業をもっと枚方ポイントの付与対象として、対象者世代を幅広く獲得していくべきと考えますが、見解をお聞きいたします。また先の12月定例議会において協力店舗の継続性に関して登録1年経過後に必要となる月額3500円の事業者スマホ端末の費用負担の今後の在り方について確認させていただきましたが、現在の対応に対しての検討状況をお聞きいたします。併せてこの事業普及拡大のためには、利用者にとって、使いやすくなるためのアプリ化も欠かせないと考えております。この件につきましては、我が会派だけではなくて、多くの会派から指摘があるようでございます。これまで議会においても指摘があったわけでありますが、現在の検討状況をお聞きいたします。次に、市民に優しい窓口の在り方について、健康福祉総合相談担当の体制についてご答弁いただきましたが、先々の総合窓口設置をイメージできる体制をお願いいたします。そこで、指定運営方針には、北部支所の健やか健康相談室、仮称健康福祉相談センターに改めるとありますが、名称変更にとどまらず、役割、機能についてどのようにされるのか、いわゆるその仮称健康福祉相談センターに変更する理由と意義、今後の在り方について改めてお聞きをいたします。環境課題解決に向けた取り組みについて、これも再質問をさせていただきます。2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言について、宣言の趣旨のお答えがありましたが、市議会に対しては文書の配布はあったものの、それに対しての突然の宣言となりました。議会に対しての十分な説明が、これはもうほぼなかったように思います。これから市民や、繰り返しになりますが、市民や市民団体、事業者にも、多大な協力をお願いすることになる、こうした課題に関する宣言を行うのであれば、少なくとも事前に考えや取り組み方針、事業の工程などを私ども議会の方に発信すべきでなかったのではないか、このように思います。市長のそのような唐突なやり方に不信感さえ覚えます。お考えをお聞きいたします。行財政改革プラン2020の策定についても再質問させていただきます。先ほど、この町に住みたい基金の考え方についてお聞きをしました。市民の負担を強いて生じた財源を業格効果額として基金に積み立てるというわけですから、その基金を何に使うか、しっかりと議論を重ねていただき、市民の理解を得られるような説明、これは不可欠であります。そしてこの基金は、行政改革の取り組みで生み出した効果額を見える化にするために創設した。このように説明されておりますが、基金というのはそもそも活用目的があって、その目的を達成する財源を留保するために設置するものであるはずです。活用目的が明確に示されない中で見えるかだけの基金であれば、そもそも基金創設自体がの意味もなしません。基金を何に使うかの十分な議論がないままに、唐突に示されるだけの基金を作ることを求めているのではないか、このように考えます。ましてその基金の活用の考え方として、示されたルールは非常に緩く、何でもありの基金であります。
見方によっては貯金も使い道も市長が自由に決めることができますよ。市長の別立ての財布になります。百歩譲って何でもかんでも使える基金ではなく、何に使う基金なのか議会とも議論をし、目的使途を厳格にルール化すべきであります。それができないのであれば基金として不適切であり、この基金のあり方について議会は判断のしようがありません。お答えをお聞きいたします。窓口の電子化および決済システムと統合型アプリ導入について改めてお聞きをいたします。 ICT を活用した電子化の取り組みについては理解いたしました。統合型アプリについては平方ポイントカードの普及促進のためにポイントカード利用に関する機能の搭載を検討していただきますよう要望しておきます。窓口支援システムや窓口予約システムの導入と窓口の電子化の対応においては、混雑が予想される繁忙期においても有効活動でき、いわゆる混雑解消サービス向上につながるような取り組みを進めていただきたいと考えております。特に窓口予約システムでは、昨年度児童扶養手当の現況届の受付で試行導入したとお聞きしております。窓口での待ち時間解消に一定の効果があったとこのようにお聞きしました。特に繁忙期に多くの待ち時間が発生している他の窓口として、国民健康保険にかかる手続きで利用できるように調整を進めていただく必要もあるかと考えております。そこで導入する窓口支援システムや窓口予約システムを今後どのように展開していくかをお聞きいたします。スマート自治体への展開についても改めてお聞きをいたします。先ほどスマート自治体への転換に向けた取り組みを着実に進めるとのことでしたが、この取り組みを平方市全体のまちづくりにおけるスマートシティの構築につなげていく必要があると考えます。今回示された北部支所の仮称福祉相談センターをはじめとした市内拠点整備のあり方について検討するとも述べられておりますが、いわゆる市内の北部、南部、中部、東部の各地域における拠点のあり方と、その中で ICT、IoT といった先端技術を活用していく、こういう検討からの枚方のスマートシティの具体的なイメージの構築が必要となってくるのではないか、このように私どもは思います。その上で、市庁舎や駅前での行政サービスの提供内容、今後検討している駅周辺再整備のあり方、と求められる機能がおのずと定まっていくとも思いますが、見解を伺います。組織体制の転換と総人件削減についても改めて質問いたします。総人件削減については見える化をするとご答弁をいただきました。総人件削減を業格に位置づけるのは、私どもはこれは移り人として問題ではあるのか、一昔前のポピュリズムを煽っているような市長のやり方ではないかな、このように思います。2040年問題やソサイティ 5.0 に向け、行政の役割を踏まえた行政改革を推進していく必要があることは、これは認識しておりますが、やはり今回の組織体制の転換は、組織が整理されることで、管理職、また非管理職を問わず、職員個々の業務範囲が広がり負担の増加につながるとも考えられます。このような職員の負担の増加につながるような施策を打ち出すのであれば、一方で職員のモチベーションを低下させずに施策を推進していく、こういうことも並行して打ち出すべきであります。このいわゆる職員のモチベーションをアップさせるような打ち出しについて、こういう施策を取り組みをすることによって、真の働き方改革にも結果としてつながっていくのではないか、このように思いますが、市長の見解を伺います。保育所の民営化について改めて質問いたします。今後、民営化プランを考えるとのご答弁でありました。言い換えれば、計画もプランニングもない中、行革プランにだけは盛り込み、市長は声高に前例にとらわれずと発信する。議会に対して議論されたのでしょうか。民営化方針を全く否定するわけではありませんが、これも一区昔前の民営化に向けた時代とは、すでに保育所の在り方、また就学前の施設の在り方の考え方が変遷した時代を迎えております。市長はそのことを認識しておられるでしょうか。私ども公明党は昨年、全国の党所属議員が就学前施設を利用されている方に対して、幼児教育、また保育に関し、今後取り組んでほしい施策についてアンケートを実施いたしました。保育の質の向上や2歳未満児の保育料の無償化、待機児童の解消が多くの割合を占める中、
一方で障害のある子どもの教育保育が約3割の方、医療的ケアが必要な子どもへの対応が約2割、こういうアンケート結果となりました。これは行政として深く受け止めなければ真の市民ニーズに対応できるのか、今後の市長の方針を見てみると不安に思います。突然のように市長が発信した担当部局においては計画も何もない、その中で計画の在り方も示さず年に1箇所程度は民営化を進めていくという荒っぽい発信だけではない、いわゆる時代の変化に伴う利用者の、ちょっと失礼します、いわゆる利用、ちょっと声のトーンが落ちますが、ニーズをしっかりと把握して変化に伴うこれからの利用者のニーズをしっかりと把握した、ある意味効率の役割を整理した上で取り組むべき課題と思いますが、改めて見解を伺います。最後に市政運営における市民や議会との議論について改めてお聞きをいたします。議会に対してしっかりと情報を共有し議論を重ねるとのご答弁でありましたが、やはりこれまでの伏見市政の運営を振り返りますと一例に過ぎませんが、先ほど指摘をいたしました市駅周辺再整備の進め方とその迷走といい、また先ほどの二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言、唐突なゼロ宣言といい、議会に説明なしに進めていくということがさまざまな場で見受けられ、議会にしっかりと説明や議論をし施策を進めていこうという、そういう姿勢があるのか、これは4年余りを振り返って疑問であると思わざるを得ません。一方で市長の今年1月6日に職員向けのメッセージ、これは私もフロム2で拝見いたしましたが、2期目の施策について、市長の言葉ですね、2期目の施策について1期目と同じ言葉であっても文言であっても必ずや実行する、本気でその課題解決を進める決意であります。何事が起ころうともそれを乗り越えていく覚悟でありますと話しておられます。内向きに対しては大変威勢のいい言葉でありますが、そもそも議会との議論ができていない中で内向きだけに発信されております。何が起ころうと乗り越えていく覚悟というのは、議会に対しても覚悟を持って議論をし、しっかりと意見を聞いた上で姿勢を進めていく、こういう謙虚さも必要であると思いますが、改めて市長の見解を伺います。これで2回目の質問とさせていただきます。伏見市長、以上。有山議員の2回目の質問にお答えいたします。まず子どもたちが直面する困難課題への対応についてですが、里親制度の普及促進につきましては、今年度市内に開設されました里親支援機関おひさまや措置機関である大阪府としっかりと連携を図りながら、これまで同様里親の理解の促進や地域の支援の輪作りに取り組むとともに、新たに担当する職員を配置し、温かい家庭的な養育の普及に努めます。次に、いじめ防止策についてお答えします。新たに設置する子どもの育ち見守りセンターでは、本市における子どもに関するソーシャルワークの拠点として、関係機関との連携にとどまらず、積極的なコーディネートを強化していく考えです。現在、教育委員会において配置しているスクールソーシャルワーカー、これから学校に関する法的な助言を行うスクールロイヤーを、市長部局の子どもの育ち見守りセンターに配置し、学校応援チームとして、家庭児童相談との情報共有を図りながら、ソーシャルワーク機能を生かして、学校の力量を高めるとともに、いじめ、不登校など、子どもの課題を早期につかみ、課題解決への対応を図っていきます。教育環境整備に対しての取り組みについてお答えします。すべての児童が放課後を安全安心に過ごし、自由に遊べる環境整備を図るため、総合型放課後授業、仮称放課後キッズクラブを展開するものです。
このような事業目的を達成するためにも、運営ノウハウを確立するとともに、安全確保に必要なスタッフを配置します。令和2年度につきましては、仮称放課後キッズクラブをまずは直営として1校でモデル実施し、令和3年度以降に向けた運営ノウハウの蓄積と実施結果の検証を行ってまいります。次に枚方市駅周辺再整備及び総合文化芸術センターについてお答えします。枚方市駅周辺の魅力を高めていくためには、公民連携で実現していく必要があり、そのためにはできる限り早期にまちづくりの全体プランを示すことが求められています。また丸三街区のまちづくりについても当初のスケジュールに沿って進んでいる状況です。一方で全体プランを策定するに際してはクリアすべき重要な課題がある中で、引き続き議会のご意見をしっかりとお聞きするなど議論を深めるとともに、時期を逸することがないよう連鎖型まちづくりによる実現に向け取り組みを進めていきます。次に地域資源を生かした取り組みについてお答えします。地域産業連環表の作成活用についてですが、地域産業連環表につきましては経済波及効果を推計できることから、観光施策における活用について費用対効果や先進事例など調査研究を行っていきます。次に農業施策と東部地域の取り組みについてお答えします。野外活動センターの今後の在り方についてですが、施設の在り方を検討するにあたっては、PPP 手法など民間活力活用の視点を踏まえ、農業、商工業、里山保全の団体や市民などからの意見も聞きながら検討を進めていきます。次に地域における交通システム構築についてお答えします。誰もが暮らしやすい町およびにぎわいあふれる町を実現していくために、総合交通計画で掲げている交通まちづくりの視点も捉え、地域の現状やニーズに合わせることを前提に、交通に関わる環境や IT 分野などの最先端技術の導入も視野に入れ、地域との協働による地域主体型の交通の構築を目指していきます。次に青年貢献制度についてお答えします。本市における青年貢献制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画として、地域への制度の浸透や支援の必要な方の早期発見や速やかな相談対応、また利用しやすい助成制度への取り組みなどを今後策定する計画に位置づけながら、さらなる取り組みを進めていきます。次に初期救急医療整備と今後の体制についてお答えします。このエリアは初期救急医療機関、二次救急医療機関、地域保健の拠点が揃うことで、昼夜問わず医療を提供でき、乳幼児から高齢者まで相談や検診などができる環境が整備されることになります。今後は市民に対して健康医療にかかるエリアとして、市民にとって分かりやすく周知し、さまざまな健康施策の推進も含め、安全安心な暮らしの実現に取り組んでいきます。次に枚方ポイント制度に、ポイント事業についてお答えします。枚方ポイント事業につきましては、健康、長寿、子育て施策の分野において市民の健康づくりを推進することを目的としていますので、子育て世帯を対象とした事業についても今後も引き続き付与対象の拡大に向けた検討を進めています。また協力店舗の費用負担のあり方については、現在負担軽減策として暫定的にスマホ端末の月額費用の無償期間を延長しており、今後協力店舗のポイント発行状況に応じた費用負担にするなど、協力店舗の費用負担の軽減について検討を進めているところです。なお枚方ポイントのアプリ化については、利用者の利便性向上を図るツールとして有用であることから、導入の可能性と費用対効果の側面から現在検討を進めています。次に市民に優しい窓口のあり方についてお答えします。北部支所にあります健やか健康相談室、いわゆる北部リーフでは、子育て世代を中心に健康に関する相談や支援、また
北部エリアにおいて健康問題の予防活動を行ってきたところですが、今後は健康のみならず福祉分野にかかる相談なども受け付ける機能を付加し、より身近な地域で健康福祉にかかる相談を一元的に受け付ける体制の整備を図っていきます。次に環境課題解決に向けた取り組みについてお答えします。2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ宣言は、負の取り組みや国からの要請、そして地球温暖化対策を我々自身がしっかりと取り組んでいくという意思を示すことから宣言したものであります。今後目標達成に向けては、国に環境基準技術の技術革新の促進を働きかけるとともに、市民や市民団体、事業者と連携協力し取り組んでいかなければならないものであることから、ご指摘については真摯に受け止めたいと思います。次に行財政改革プラン2020の策定についてお答えします。 行政改革の取り組みは、行政内部の取り組みのほか、市民の皆様に負担が及ぶ見直しを検討する取り組みもあることから、その取り組みによるより生じる効果額や使途については広く皆様にお知らせしていくことが重要と考えています。こうした観点から、この町に住みたい基金への効果額の積み立てを行い、また使途については予算編成において将来を見据え、市が取り組むべき課題や市民サービスの向上につなぐ施策に充てていくものと考えておりますが、基金の当て方につきましては、市民ニーズや議会のご意見も踏まえながら、今後さらに検討してまいります。次に、窓口の電子化および決済システムと統合型アプリ導入についてお答えします。窓口支援システムや窓口予約システムの導入等、 ICT を活用した窓口の電子化の対応においては、手続きの省力化、決められた時間の応対を可能とすることが できるため、市民が来庁される市民室や国民健康保健室をはじめ、窓口部署で活用の検討を進め、待ち時間の解消、混雑緩和が図られる取り組みを進めていきます。次に、スマート自治体への転換についてお答えします。今後検討を進める市内拠点整備の中においても、より効率的なコミュニケーションの実施やデータを活用した地域課題の洗い出し解決に向けた取り組みなど、 ICT、IoT の活用の可能性をしっかり検討し、枚方市駅周辺再整備における検討を含め、本市全体におけるスマートシティの在り方をイメージしながら、市民の生活の質の向上につなげていきたいと考えています。次に、組織体制の転換と総人件費削減についてお答えします。この度の組織体制の転換に合わせて、組織全体の公務能率向上には、職員のモチベーションを高めることが重要であるとの認識のもと、現在取り組みを進めているメリハリのある人事給与制度の推進も含め、プロジェクト型組織への意欲ある職員の登用や、挑戦に対する評価の仕組みづくりなど、頑張った職員が評価され、任用につながるようなモチベーションアップにつながる取り組みを推進していきます。次に、保育所の民営化についてお答えします。近年、障害のある子どもや、配慮を要する子どもへの支援ニーズが高まっていることについては認識しているところです。就学前の教育、保育施設にかかる枚方プランでは、公立施設の役割として、特に配慮を要する保護者や支援が必要な子どもに対して、専門相談機関と連携しながら支援を行うことを示しており、昨年4月に開設した市立枚方子ども発達支援センターを中核的な支援機関としつつ、他の公立施設や民間施設とも協調しながら支援していくことが必要と考えています。民営化の推進にあたっては、公立施設の役割を踏まえた上で、引き続き利用者ニーズの動向を把握しながら検討していきます。次に、市政運営における市民や議会との議論についてお答えします。2期目における各施策の実現については、職員にも示したとおり、諸課題の解決に向けて覚悟を持って実行していく決意であります。
この間、市議会と十分な情報の共有がなされていないとのご指摘があることについても受け止めながら、今後の市政運営にあたっては真摯に情報共有と議論を重ねていきます。奈良教育長。はい、次に策定予定の教育大綱に対しての市長の見識についてお答えいたします。はじめにの部分では、一般的な家庭での子を持つ親としての思いを市長自身の価値観を含めて例示され、同時にこうした価値観を子どもに押し付け教え込むものではないと示されているものと考えております。そして講談には誰一人取り残さず、枚方市立学校へで学ぶすべての子どもたちが社会の大海原で自立して生きていくことができるよう、生きる力を育み、未来への可能性をできる限り多く持たせたまま社会に送り出してあげてほしい、述べておられます。したがいまして、大綱の位置づけの議員お示しの部分と趣旨を違えるものではないと、このように考えております。有山議員。はい、それでは時間もありませんので、最後に3回目の質問だけさせていただきます。まず今の教育長のご答弁、教育大綱についての先ほどの今の教育長のご答弁ですけれども、いわゆる市長自身の価値観も含めて例示され、同時にこうした価値観を子どもに押し付け教え込むものではないと示されている、こういう認識であると言われました。この大切な教育大綱について、押し付け教え込むものではない、市長の平易な意見を掲載してよいのでしょうか。それを教育長に確認しているわけであります。何回も申し上げますが、教育大綱の序文的な箇所にあたる市長の始めにについて、まさに教育長が他人事のように述べられました。その市長自身の価値観において、少なくとも市民に発信するには受け止め方においては非常に問題になる文言があると私どもは認識しており、記述されていることに対して教育長がどのように思うかを問うているわけであります。また教育大綱とともに、それを今後4年間も公文書として取り扱うようになるわけであります。先ほどのような教育長の認識では、市長の見識のみならず教育長の見識も問われることになる、このことを指摘をさせていただきます。いじめ防止策について改めて質問いたします。いじめ問題の解決にあっては、昨今の状況を鑑みると教育的な側面からのアプローチだけではなく、対応が難しくなっているのではないでしょうか。時に私どもに寄せられるこのような問題の相談についても非常に複雑な要素があります。いじめをなくすために法的な側面からもアプローチするなど、明確な体制づくりを要望しておきます。そこで私ども会派が要望しております、いじめ問題に対しての SNS の相談窓口の設置についての進捗をお聞きいたします。枚方市駅周辺再整備について改めて質問いたします。市長はソサイティ 5.0 等を活用して超スマート社会やスマート自治体に向けた取り組みを進めると言われておりますが、これまでの名称も含め、まだ具体的な姿やその結果が見えない中で、市駅周辺の将来を目指すべきまちづくりの検討に際して、その変化にしっかりと対応できるのか、これは危惧するところであります。その上で市長は、丸三街区でのまちづくりを先行し、総合窓口などの行政機能を充実させるのであれば、少なくとも検討中の新庁舎の規模や機能、さらには場所の選定に際して、まちづくりの課題解決が図れるような、丸二、丸四、丸五街区のこのまちづくりと合わせて計画としてまとめていく順序でもあると思います。駅前の総合窓口や新庁舎の検討については、私ども会派は、例えば明石市の駅前窓口機能の視察もしてまいりました。また、新聞記事で拝見しましたが、青森市も駅前の総合窓口化整備により、大規模な本庁舎整備計画を防災庁舎に位置づけ、コンパクトに整備を図られました。一例でありますが、先進事例も参考にしていただき、新庁舎については、よりコンパクトでエコな庁舎を目指すとともに、市駅周辺の安全安心の課題となっている老朽化した枚方消防署の対策と合わせて検討していく
のも一案と思いますが、ご見解を伺います。最後に行財政改革プラン2020の策定について、まあ、これ、繰り返しになりますけれども、見える化を図るための基金を設ける、こういうことでありますが、蓋を開けてみると、その使い道は何度も言いますが、市当局として判断したものであって、お金の出どころを別にしただけで、つまり財布を別にしただけであります。先ほどの基金の当て方については、今後さらに検討していくとのことでありますが、例えば基金の活用は国が発信、推進している議論にもさせていただきました、スマート自治体への転換、また誰もが求める子育てに関する施策、高齢者への施策など、市民が誰人も納得できる事業や、まあ、必要、こういう必要があると認める事業に当てていくべき、これが筋であると思いますが、今後の基金の活用の方向性について、改めて確認をし、質問とさせていただきます。伏見市長。有山議員の3回目の質問にお答えいたします。まずいじめ防止対策についてですが、 SNS の活用についてはいじめ問題の深刻化を未然に防止する観点から導入を検討してきましたが、いじめに限らず子どもたちが抱えるさまざまな悩み事に対応ができるよう整理をしているところです。また子どもたちに身近となった SNS を活用することは、子どもが気軽に利用できるというメリットはあるものの、SNS に潜む危険性が次々に指摘される中、安心して任せることのできる事業者の選定手法など、慎重に検討を進めているところです。次に、枚方市駅周辺再整備及び総合文化芸術センターについてお答えします。新庁舎整備については、丸三街区において、先駆けて検討を進めている総合窓口機能などを踏まえ、丸五街区においてスマートシティやスマート自治体に対応できるよう、機能や規模の検討と合わせて安全安心拠点としての機能をより発揮できるよう、枚方消防署の老朽化対策について枚方寝屋が消防組合と連携しながら検討を進めていく考えです。次に、行財政改革プラン2020の策定についてお答えします。行革効果により積み立てた基金の活用については、議員お示しのように、ICT の導入など、スマート自治体への転換といった時代のニーズ、また、真に市民が必要とする施策、事業に当てていくという視点を含め、市民や議会のご意見を踏まえながら検討していきます。併せて、施策、立案にかかる根拠データ等についても、明確にしながら、市民サービスの向上につながる、より効果的な事業に活用を図っていきます。これにて有山正信議員の質問を終結します。